7月5日木曜日の大雨・河川の情報をお伝えします。現在梅雨前線が西日本から東日本に停滞しておりまして、南から暖かく湿った空気が流れ込んでおります。非常に活発な雨雲がかかり、各地で大雨となっております。この雨によって川の水位が上昇しているところもあります。川の情報も確認していきましょう。さあ、こちらですね、河川水位情報となっておりまして、赤色で表示されているところが氾濫危険水位を超えているところです。中国エリアや近畿地方の特に北部を中心に赤色の表示があります。まだまだ水位が上昇しているところもありますので、今後も川の近くなど危険な場所には近づかないようにお気をつけください。そしてこの雨まだまだ続きそうなんですね。8日朝までの予想積算雨量をご覧ください。今後も梅雨前線が停滞し、西日本から東日本の広範囲で強い雨が続きそうです。特に四国や近畿東海エリアでは、山沿いの多いところで8日朝までに1000ミリを超えるような記録的な大雨が予想されているところもあります。すでにこれまでの雨によって地盤が緩んでいるところもありますので、引き続き急な斜面など危険な場所には近づかないようお気をつけください。7月5日木曜日の大雨河川の情報をお伝えしました。